今日のアンチコメントということで、まあ別になんかメッセージを送ってる人をすごいこっちから一方的にバカにするようなことしか言わないというわけでもありません。ちゃんと受け取ったことにお答えするっていうのもいいかなと思うんですが、まあこのようなご時世であるんだから、お前旅行行くのやめろという意見が来るのは、まあ私としてもねよくわかっていますが、まあしかし先に結論を言うと、まあちょっとそれは難しいなという状態です。やっぱ仕事なんでね、それをじゃあやめるっつっても完全にやめることはできない。もちろんいろいろ配慮はしてるんですけど、まあ、こんなご時世なのにね、出かけてるのは世の中お前だけだとかいうコメントも、まあそんな来たか来てないか覚えてませんが、なんか来てるような気がする。だってみんなもう飛行機とか新幹線とか乗ってもガラガラ誰もいない、出張だってもうみんな全部取りやめになってるという中で、お前何一人のんきに電車乗って、なんか電車のこと面白そうに解説してんだって言っても、まあ神妙な顔して電車に乗って神妙なこと言っても、そんな YouTube の動画面白くないんで、楽しそうにやるしかないなと思ってるんですけども、まあそれはね、まあ、見てる人から見たらもう私のやってることは旅行ですから、どうしたってね、不要不急の外出しかやってないように見えると思うんですけども、私はそれが仕事なんで、それがまあ、不急ではない、急ぎはしませんが、まあ中には急ぐものもありますけどね、必要不急の外出みたいなものをいつもやってるわけですよね。やらないと商売にならない、生活することもできないというわけです。で、まあどうしても遊んでるという、まあ、まず第一段階として遊びがなければいけないので、遊んでる必要もないのに遊びに行って、だったらお前おとなしく自粛してろよっていう風になるかもしれないですけど、じゃあね、じゃあ私がその仕事しなかったらば、その埋め合わせどうしてくれるんだって話で、私だって自分自身感染とかしたいとは思わないし、家に閉じこもっていたい、ですけども、まあ、出かけざるを得ないという判断をしている中で、まあ、誰かがね、私のことをもう外出しない代わりに、なんかこうない、なんかこういう埋め合わせをしてくれっていうのはいいんですけど、でもそんなものはないし、じゃあないからつってお前社会のために何も協力しないつもりかって、そんなことはなくて、例えば通勤電車とか、まあ、通勤電車ですね、特にね、東京の混雑している乗り物をもうちょっと紹介したいなと、この3月に思ってたんで、本当は問題は満員電車に乗ってみんなに揉まれながら通勤するとかいう動画とかももっといろいろ出したいなと思ってたんですけど、もういろんな満員電車の動画を出す計画があったんですが、もう全部やめましたね、そういうのは。であと外国に渡航する計画も、まあこれはどっちかというとこれは私のためですけどね、海外で発症したら大変なことになると思ったから、まあ全部中止にしたりとか、そういう自粛はしてるんですが、まあ国内メインでいろいろとやっているという状態です。で、まあね、申し訳ないんですけど、こんなこと言うのも、でもはっきり言って私よりもね、通勤電車とか利用して毎日仕事行ってる人の方がね、もう明らかにリスクあると思うんですよね。私別に誰かとそんな一緒になるようなことをそんなしてまでも、今も確かに今船に乗ってまして、船ってね、この間クルーズ船とかも話題になったし、換気とかの関係で、密になりがちではあるんですが、この船だってね、そういう状況ですから、もうお客さん全員の体温を測って、私体温36度3分でしたけど、他の人たちも、全員やって手洗いしっかりしろとかね、もうみんな船員さんたちもマスクして、まあ、私今部屋の中にいるからマスクしてませんが、あそこマスクあるしね、乗客 もなんか結構みんなマスクして、気をつけ、人口密度も、そんなに高くないというか低いですよ。まあ私の個室がここにあって、換気はなんか装置の関係で他の部屋の空気が混じっちゃったりということがなんかありえるらしいんですけど、まあただ、基本的に人が少ないようなこういう空間におります。で、まあ、例えば毎日、会社に行ってる人を見ると、この間満員電車に1回だけ乗る機会があったんですけど、もうなんか車内の空気もね、よどんでて大変なことになってるなと思いましたよ。うわ、こんなの乗ってみんな毎日通勤して大変っていうか、そのみんなが大変というよりも大変な事態だなと思ったんですよね。もうちょっと換気とかしすりゃいいんじゃないのと思ったんですけど、なんかみんなする気がないみたいでしたけどね。まあそういう風な電車に乗って、まあ、私は窓を開けてでそのまま降りましたが、多分ね、私新幹線乗っても今ガラガラだし、バス乗ったってほぼ誰も乗ってないし、飛行機もガラガラですよ。でもう人口密度の高いような人混みには、なんかもういつもだったら人混みになってるので、人混みじゃなくなってるから、そんなになんか危ないような思いをしてないと思うんですよね。もうそう本当に特に新幹線がね、全然人が乗ってませんので、まあ船もそうですけど、その方や乗らざるを得ない通勤電車に乗ってる人はすごい人混みの中でね、いろんなところで咳してましたよ、この間乗った時。だって多分いつも電車乗ればどっかで誰か咳してるでしょ。そういう環境で行ってるわけじゃないですか。多分ね、
そういう人の方がよっぽど危険なんで、じゃあ私に旅行するなって言うんだったら、そういう仕事をしてる人もね、全員会社休んで、もうそのあれですよ、咳が出る人とかじゃなくて、満員電車に乗ってるような人全員会社休むとか、全員なんかタクシーで通勤するとかね、歩いて通勤するとか、なんかそういう極端な話になってしまうと思うんですよ。で、まあそれは無理じゃないですか。そういうめちゃくちゃなことを私も言ってるんだと、私に対しても、言ってるんだってことをね、ぜひそれは理解してもらえればなと思うんですよね。で、あとこれは別に言わなくてもいいんですが、まあ言って不利になることじゃないよな。私が、まあ仮に感染するということになったらして、そうするといろんな人にまき散らかしてしまうっていうのはそうなんですけど、まあ、ただ、それはね、鉄道会社の、係員さんとか、それから、まあ、航空会社のキャビンアテンダントさんとかね、そういう人に比べればまだそういうリスクはかなり低いと思うんですよ。私別に周りの人と喋ったりとかはしませんし、対応したくないところから逃げることもできるし、という一方で、常にいろんなお客さんと、揉まれながら、やらなきゃいけない。例えば、まあコンビニの店員さんでもそうだしね、スーパーの店員さんでもそうだし、まあそれにか、そういう人も、まあ、たくさんいるわけでして、まあ、この船の、方だってそうですよね。で、そういう、もうこう誰かとこう直接一対一でたくさん喋るような仕事とか、ずっと混雑している密閉空間の中で働いている人とかのリスクと比べると、まあ、私のリスクはだいぶ少ないと思うんですよね。私もそれを軽減できるようなことはなるべくやってるし。だから、みんなが旅行を中止しているから、お前も旅行中止しろっていうのは、まあそれはしない方がいいんだろうとは思うんですけども、そんなにね、私の普段やってる旅行が今なんかものすごくリスクの高いこととは思えない。もうなんかそれこそ会社のオフィスに出勤することの方が場合によってはですけども危険性が高いんじゃないのかなと、本当に思うぐらいであります。だから私は今のところこれ以上、変更するつもりはありません。自分のやり方はね、まあ、もしそれが視聴者の皆さんから納得できないという意見がもっといっぱい来るんだったら、ちょっとそれはまた考えようと思うんですけども、というのは、まあ、万が一自分がね感染して、それがテレビで報道されるということになったらするじゃないですか。そしたらあいつこんな感染こんなやっていろんなやつにまき散らかしやがってって言って、すごい叩かれる可能性がありますよね。だからやっぱりそういうふうなことに万が一になった時、まあ、報道でね、まあ、分かりませんけど、例えば東京都在住の、22歳の会社役員の男性が、こうで、何月何日にはどこ空港からどこ空港まで行った後、どこ空港からどこ空港まで行って、その後新幹線に乗り、翌日は、その後このホテルに泊まった後新幹線に乗って飛行機に乗って、また新幹線に乗りました、次の日は新幹線に乗ってまた新幹線に乗ってみたいな、そういうなんか移動経路とかなんか発表されるんじゃないかと思うんですよ。でそれとか見たらもうなんか あいつだなってなんか分かりそうじゃないですか。でもうそんな移動しまくってる人ってもう世の中そうはいないんで、このご時世でそんなに新幹線だのなんだの乗りまくってるとは何事だというふうなことに、まあ、なるとは思うんですが、ただ、まあ、そうなった時も、私は、それよりももっと感染するような人が、まあ、いるよねと、まあ、これはしょうがないことだったよねと、理解してもらえるような、範囲の行動を心がけようと思って、だから、さっきちょっと言ったと思うんですけども、本当は満員電車もっと乗りまくりたいと思ったんですけど、それはちょっとさすがにね理解されないっていうか、私自身なんか申し訳なくてできないなと思いましたね。満員電車の動画がいくら再生されてても、すごい危険なね、そういう環境の中で、もう本当に危険じゃないですか。それ明らかに人が大量に乗ってて、もうなんかいろんなところにこう咳してて、それでもう仕事ですから、なんか体調おかしいけど、いやコロナじゃないと思うんだよなと言って電車乗ってる人とか、多分ね新幹線とかに比べれば分かんないですけど、満員電車とかの方がなんか多いんじゃないかなと思うんですよね。会社に行くということだから、旅行だったらね取りやめる人もいるかもしれないですけど、まあでも分かんないな、旅行も予約してるから行きたいっていう人もいるかもしれないしね、まあその比較はやめた方がいいかもしれないですけど、まあなもんで、いや自粛できるところはしますけども、これ以上は難しいんじゃないかなという感じです。まあなんか皆さんのこれに関するご意見とか送っていただければ、私も検討はします。やっぱり私だけの問題じゃないんで、私がなって終わりっていうものだったらいいんですけど、そうじゃないからね、私もその感覚はとても持つようにしてますので、まあ、こういった苦情というかね、アンチコメントも、ちゃんと目は通そうと思ってます。でただ、まあ、今回のやつは読みましたけど、ちょっともう無理じゃないですかねっていうことですね。
第一私よりリスクのある人が世の中にいっぱいいるし、うん、だからあの本当に思うんですけど、私別に学校とか行かないですから、あの基本家に閉じこもって、新幹線に乗ってるだけで、新幹線ってまあ1両、横が、5メーターぐらいで、縦が25メートルですか、それぐらいの長さの、客室があって、でその中に今10人ぐらいしか乗ってないわけですよ。まあ、それって学校とかとあんま変わらないと思うし、学校の方がみんなお互いに喋ったりして飛沫とかが飛びやすい環境だと思うし、学校に例えば高等学校に通うための、通勤電車もう満員で、あでもそうか今高校生とか学校行ってないのかとか、まあだしじゃあ会社員でもいいですけど、会社員だってオフィスビルがそれぐらいのねあの密度になるってことはあると思うんですけど、電車乗ってオフィスビル行くよりはリスクのない生活してると思うんですよ私はね。うん、だからまあそれでも軽減できる努力はするべきなんでしょうけど、オフィスビルに通ってる人だって仕事行かなきゃいけないじゃないですか。私だって一緒で、うん、あの遊んでるように見えるかもしれないけど仕事しなきゃいけないんで、すみませんけどさしてください。オフィスビル行く人たちが仕事しなきゃいけないということについても、その代わり私は納得しますということでした。